はい、お疲れ様です。秀丸です。さてさて、なんか久しぶりですね、このアングルっていうか、このなんていうの、画角。まあ今日も皆さんからね、いただいたコメントの方読んでいこうと思います。今日のお供はですね、これ空海っていうお酒ですね。これね、以前あの香川県のね、団長の船に乗せていただいた時にお土産持って帰れよってね、団長にいただいたんですよ。ほんとね、あの人も気前が良くて素晴らしい方なんですけど、ちょっとね、初めて飲むお酒なんで、ちょっとまずは気でね、少しいただこうと思います。じゃあ今日皆さん片手にね、お酒持たれてますか？ということで今日もお疲れ様です。あー、これあの危険なやつだね。これほんとね、さらっとしてて、これ麦の焼酎なんで、そんなに癖はないにしても、いい意味でね、焼酎らしさは全くないっていう感じで、サラサラっと入っちゃう。こうお湯割りとかしたらほんとやばいだろうね、これ。うん、うまい。はい、ということで今日のあてなんですけれども、ちょっとこう隠れちゃってるかな、こんなものをご用意いたしました。天然のブリトロですね。もうタイムセール半額で売られてたもので、これはもう絶対焼酎に合うだろうというところで買ってきました。なのでこちらをいただいていきます。わさびをね、少しつけまして、こんな見た目、いただきます。やっぱりブリトロっていうだけあっても、トロッとろ、まあ、油がね、口の中でふわーっと溶けていって、天然物なんでやっぱりくどくないんですね、油が。これはもう絶対焼酎合うでしょう。先にお湯を、お湯割りでやっていきます。今週のコンテンツやっていこうと思います。まず最初に、その酔っ払う前にやっていきたいのが、フォルツァの総額費用っていうところを発表しようかなと思います。以前ですね、コメントをいただいてたんですけれども、まあ最終的にいくらかかったかっていうところをやってほしいですっていうコメントをいただいてました。ありがとうございます。動画の方をご覧いただいている皆様、すでにお分かりかと思いますけれども、フォルツァやっと完成しました。11月の終わり頃に全バラを始めまして、で部品の選定、それから交換っていうところやってましたけれども、12月、それから年明けの1月、丸々2ヶ月ね、使ってやっと、まあ、あのレストア完了というところで、ナンバー取得しまして、もう今私の足として、下駄バイクで頑張っていただいておりますけれども、いくらかかったか、もうトータル言います。106,897円。MF08 って言われる型式は、まあ、お店で購入したとしたら約30万円くらいの購入費用になると思うんですけれども、そう考えると、まあ、仕入れから部品交換、それからあと手間賃うんぬんかんぬん考えていったら、やっぱちょうどいいところに行ったなという印象があります。少し詳しくですね、交換パーツ見ていこうと思うんですけれども、内訳のところで言うと、まずエンジンヘッドカバーガスケットですね、これが約700円ですね。それからタイヤの前後、これが7000円ちょっと。タイヤ交換に伴ってエアバルブですね。それからブレーキディスクの前後で、ブレーキパッドの前後、これ合わせて大体5000円ぐらいです。ブレーキマスターシリンダーですね、ここの前のところ、これを左右交換して、それからシート表皮、あとはハンドルバーですね。ハンドルがこういう風な、こういう形、この谷になった、ここをこうバーでつなぐ、あのハンドルバーですね、あれも交換してます。でそれからスロットルコーンですね、アクセルのこのひねるところの内側の部分ですね、あれも交換。それからハンドルグリップですね、でミラーで、ミラーステー、リアサスペンションとテールランプ、これらすべて合わせて交換パーツとしては27,108円という金額になってます。それから消耗品のところですね、プラグ交換、バッテリー交換、エアクリ、オイル、クーラント、それからブレーキフルード、これだけ変えて、消耗品としては8,490円。で、最後に追加購入した工具ですね、タッカー、タイヤレバー、それからこれ工具とは少し違うんですけど、タイヤクリームですね、あとは虫ドライバーですね、あのエアーのバルブを抜く時のあの虫のドライバーですね、サービスマニュアルっていうところも購入してます。でこれらすべて合わせて工具としては8,579円ですね。最後、登録諸経費っていうのが必要になってくるんですけれども、まずはナンバー取得のために自賠責保険、これ今回2年かけました。それで12,220円というところですね。それからプレート、ナンバープレートの購入代金というと、あ、購入代金というか、なんて言ったらいいんだろうな、まあまあまあ、そこのプレート代ですよ、それが約500円というところで、諸経費の合計が12,720円というところになっております。
車体の5万円を合計すると、先ほど申し上げました、あ、10万6897円というところになります。いやでもね、最近ね3000人ご登録いただいてありがとうございます。いやもう2000人ぐらいからね、ぐーっと加速度的に登録者数増えていただきまして、どんどんこう影響力も大きくなってる実感もあって、すごく怖いのと同時にすごく楽しみでもあるといったところなんですよね。コメントも増えてきまして、どんどんこうコメント読むタイミングを失ってね、追いつかなくなってる現状なんですけれども、はい、じゃあアトランダムにどんどんコメント読んでいきますね。あの戦隊のねグリスアップ動画、あれねすごく反響やっぱり多くて、未だにこうコメント、新規のコメントをいただくことが多くあります。ありがとうございます。その中からですね、このグリス気になってたんですよね、私が実験として約半年間ほど使ってたあのグリス、やはり気になる方は他にもいらっしゃったようです。はい、で自分のエンジンで試す勇気もなければ面倒くさくていい情報ありがとうございます。はい、いえこちらこそコメントありがとうございます。グリスアップの回とても参考になりました。ビルジの点検清掃法もお願いいたします。はい、コメントありがとうございます。ビルジの点検清掃法お願いしますというところなんですけれども、おそらくこれ乗られてる方、ドライブかシャフトの方かなと推測をいたします。ですね、私の船自身は、まあ、船外規定のほとんどがそうだとは思うんですけれども、穴が開いてないんですよ、船体に。なので、ビルジっていうところは基本的にはほとんど溜まりません。なので私購入して5年間ですね、約5年乗ってます。なんですけど、ビルジ全く一滴たりと溜まってなかったので、これといった点検というのをしたことがありません。基本的には船体の一番下がったところに水って溜まっていきますんで、トランザムプレートのあたりですね、進行方向を前後ろというんであれば、後ろ側の船体の一番低いところを確認していただければ、もし溜まってればそこに溜まることが多いと思いますんで、ぜひ確認をされてみてください。でもこれね、本当にうまい、この刺身。これね、半額で200円ぐらいで買ってきたんですけど、200円の価値じゃないよね、もっと絶対あるよね。今回この動画から私のチャンネルご覧いただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、日曜日によくあげてるんですけど、こうやってね飲みながら、皆さん視聴いただいてる皆さんと飲みながらいただいたコメント読むっていうのやってますんで、今後ともよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。とろっとろ、もう語彙力ないけどとろっとろ。いや、今日なんか違うでしょ、こんな感じ。なんかね、飽きちゃったんですよ。イメージはイチローさんみたいなね、あの感じでこう武将兵やってたんですけど、なんか飽きちゃって、まあ今後ちょっといろいろ活動の幅も広げたいんで、まあ少し沿ってみようかなというところでこんな感じにしてみました。まあこれはこれで、ね、賛否両論あると思うんですけど、ということでめげずにやっていきますよ。はい、片付け動画でコメントいただいてます。ありがとうございます。私の場合はですね、タンクからホースを抜いて、キャブに残った燃料完全に空状態までエンジンを回します。ガス欠でエンストするまで回しますというところですね。キャブに燃料が残るとガム質の付着物、沈殿物が溜まりますんで、気をつけてますというところでいただいてます。ありがとうございます。私もですね、キャブの船外機に乗ってた時代は同じことをやってました。燃料コックオフにして、でエンジン内に残ったガソリンが完全燃焼するまでエンジンを回し続けるっていうことをね、やってたことがあるんですけれども、これね、有効な場合と無駄な場合とあるので気をつけていただきたいんですね。無駄というところは、ヒューエルインジェクションのエンジンにはしない方がいいと思います。この方ですね、コメントいただいた方はキャブと文章に書いてありますんで、キャブエンジンの方はこれやった方が絶対いいです。おっしゃる通り、燃料の気化する部分が全て蒸発しきった、気化しきった段階だと、残ってくるカスっていうのはすごくこうガム質状の、なんとも言えない臭い匂いを発する沈殿物だけが残るんですよ。あれがね、メインジェットとかスロージェットとかに詰まるともうなかなか治らない、本当に不調の原因になるので、キャブの船外機にお乗りの場合は、キャブ内の燃料がなくなるまでガス欠状態でエンストするまで回すっていうのは、これは大正解だと私も思います。ヒューエルインジェクションですね、ここ最近の船外機に乗られてる方はこれやっちゃうと逆にね壊すんですよ。っていうのも、ガス欠状態まですると、そのインジェクター用の燃料ポンプ、高圧ポンプなんですけど、これが空打ちしちゃうんですよ。空打ちするとなかなかそこのポンプがダメになりやすいというか、そのダメージを受けやすいので、インジェクションにお乗りの方っていうのはこの所作ですね、燃料がなくなるまで回し続けるっていうことはお気をつけになられた方がいいと思います。はい、お気をつけください。
プラグ交換でもいただいてますね。これもねなかなか反響としては大きかった動画ですね。プラグの品番が L から始まるのって初めて見ました。 L から始まるプラグって特殊プラグなんでしょうか、どうなんでしょうか、分かる方いらっしゃったらぜひこのコメントをね入れていただければ嬉しく思います。よろしくお願いします。プラグって3年くらいで交換なんですねと、10年使って同じ症状になってやっと交換しました。スズキのエンジンは一番下のプラグがめっちゃ変えにくいので浄化したタイミングで変えました。ヤマハは大丈夫なんですねといただいてます。ありがとうございます。私もねよく聞くのはだいたい3年から5年くらい予防措置も含めて変えた方がいいですよというふうにねよく耳にします。なので同じ症状が出てから変えるっていうのも全然ありだと思うんですけれども、予防保全という観点で言うとだいたい3年から5年の間っていうところが一つの目安になるんじゃないかなというふうに思います。登録3000人突破の時にねコメントをいただいている方がいらっしゃいます。ありがとうございます。ヨットに乗られている YouTuber さん、同じ YouTuber さんのねコメントをいただいてます。ありがとうございます。ヨット買って YouTube やってますが全く同感です。海に囲まれたこの国海洋レジャーが進まないのなんでってオーストラリアの友人に聞かれたことがあります。ちなみにですがヨットはかなり安く遊べますよ。中古艇がかなりお買い得というところでね。そうなんですよね、日本ってやっぱりこの島国ですよね。海に囲まれたこの国でやはりもう少しこう海にね興味を持つ方を増やしたいというか、まあ皆さんのレジャーとして一般レジャーとして定着すれば、例えばキャンプとかねそういった形まで定着ができれば、まあ泊用品、船舶品というところも需要と供給バランスなんでね少し値段が下がってくれたらいいなというふうに狙うところです。はい、ということで続きいきましょうか。スパンカー流しのところでいただいてるんですけれども、ラインがね船体の下に入っていくときあると思います。そういった場合どうやってますかと、周りが船団になってて風に対して正面から立てられず横風を受けている場合です。スパンカー付きで、お願いいたしますというところでいただいてます。ありがとうございます。そうですね、ラインが下に潜っていく場合でそれで横風を受けてしまっている場合っていうのはもう諦めるしかないと私も感じてます。そういった状況私もあるんですけれども、まあ、対処法としてはそうですね、まあ、ケースバイケースなんですが船体の下にこう糸が入っていかない方向で釣りをすると、例えば右舷で釣りをしている場合に船体の下にラインが潜っていくんであれば左舷で釣りをすると、そういうことじゃなくってっていうツッコミが入りそうなんですけれども、なんかもうどうしようもないんですね。例えばこれでバウスラがあるとかねスタンスラスターがあるっていうとまた対処法が変わるんですけれども、前提条件としてはスパンカーしかないよという状態であれば、しかも周りが船団で風に対して正面から立てられないっていう前提条件があればもう釣ってる弦を移動して釣るしかなくなる。これが一つだと思います。もう一つそもそもの話になって非常に申し訳ないんですけれども、私の場合はそういった団子状態の船団は入らない。いや、分かりますよ。いや、そうじゃないんだと。そうじゃないんだっていうツッコミがまた聞こえてきそうな回答をして申し訳ないんですけれども、だいたい船団の中ってあまり入っていきません。あの船団がここでできてたらここじゃなくってこの外れたところを流すとかね、そういうことをします。まあなぜならばやはりあの大海原の中であえて込み入ったところに入る必要もないんじゃないかと、まあそういったところもありますし、余計なね例えばね横の船に当てちゃったとか一緒に流してる船団の方のラインをお祭りさせちゃったとか、そういう余計なトラブルを避けたくないので入りたくないっていうのが一つ。それからですね、船団の中っていうのは魚からしたらとても高プレッシャーな状態になってるはずだと私は想像してますんで、プレッシャーが少し抜けた船団から外れたところを流すようにするっていうのが私のまず最初の流し方ですね。まあ、例えばその中でも青物の時期ですね、イワシを魚探かけてイワシを追っかけていったら必然的にこう船団の中に入っちゃったっていうことはあると思います。そういう時だけは仕方なく船団のど真ん中を流すことっていうのはあるんですけれども、基本的には船団を外れるようにします。例えば私の SRX でゲスト4人で私の操船でまあフルですね、フル乗員した場合っていうのは、私はまあドライバーズシートに座ります。で各舷ですね、右舷左舷に2名2名そういったバランスで釣ることになると思うんですけれども、そういった場合は